オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です作家で怪談師の山優と申しますよろしくお願いいたします私ですねあの自分自身のことを嫌な話を雇用なく愛する怪談師と言っておりますけれどもその名前の通りえ聞いてる人がうつうつとした気分になったりとかまあ、後味が悪くてですね嫌な気持ちになるような話そういったいわゆる嫌な話をしています私これ嫌ヤ怪談と呼んでいるんですけれども皆さんにはですね本日 この嫌な話、嫌階段というものの魅力についてお話しさせていただきたいと思っておりますそれでは早速、授業を始めましょうではまず、私の思う嫌階段というものこれがね、一体どういうものかお話しさせていただきましょう私ね、人の笑顔が嫌いなんで絶対に笑わないで聞いてくださいねそう語ってお話を聞かせてくださったのは五条さんという三十代の男性なんです まあこの方は喫茶店で取材をしたんですけれども目の前でですねずっと不安そうにキョロ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 しながらとにかく笑顔は嫌いだって言うんんでですすことのの始まりは少し前のことなんですよね五条さんある時まあ,あの普通のマンションに住んでるんですけれども1階に住んでいる扉を玄関の扉をガチャッと開けるとちょっと離れたところ道の向こう側の方に男性が立ってるんです。 その男がこっちを見ながらニコニコと満面の笑顔を浮かべてスッと消えたんですよねえ今のなんだまあでもなんか忙しいし疲れてたのかなとその日は思ったところがですね次の日もまた玄関をガチャッと開けて仕事に行こうとするとまた男が立っていて満面の笑顔でスッと消えるんですこれが毎日続くんですよねしかもこの男を消えるたびに ちょっとずつだん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 と近づいてきているんですただね五条さんそんなに怖くなかったって言うんですねというのもまずこの男ニコニコと満面の笑顔なんですしかも朝ですからなんかこう,うそんなに怖くないなどうしたんだろうなんかニコニコ笑ってる幽霊が出るなぐらいにしか思ってなかったんですただだんだん近づいてきていて ある朝ガチャッと玄関を開けるとすぐ目の前に男が立っていたこれにはさすがに驚いて思わずうっと後ずさると男がそのまま家の中に入ってきたそうなんですそしてすっと姿を消した家の中に入ってきたからでしょうかもうこの男家の前に現れることはなくなったんです 五条さんちょっと面白がってですね冗談半分で SNS にこのことを投稿していやーなんか笑顔の男がさ毎日出て俺の家の中に入ってきたよみたいに書いたんですよねそしたらこれを見た地元のね古くからの仲良しの友人が突然電話をかけてきて「なあ五条あの笑顔の男俺のところにも来るんだよ」って言うんですねちょっっっっとびっくりしてえってえ言ったら お前さなんか忘れちゃってるみたいだけどあいつさ俺たちが高校生の頃ずーっといじめてた八木んだよ最後には「自殺しちゃっただろ?」って言われたいやでも五条さんに言わせれば「いやそんなもんもう高校卒業してから十数年経ってるよあんまり覚えてないよいじめてた記憶なんて」と思ってですね「いやいやいや覚えてないし今頃なんで」って言ったら「ほら お前この前さ地元帰ってきて俺らと一緒にさ中華料理食いに行ったじゃないあれがさどうも八木君の実家の中華屋だったらしいんだよお盆の時期に帰ってきてさあいつの実家なんか行っちゃったから俺たちについてきちゃったんじゃないかなって言うんですよでもねこれを聞いてもなお五条さんなんか納得いかなくて。 いやでもだからって恨んでるとは限らないんじゃないだってさ八木君ニッコニコの笑顔で出てくるじゃないって言ったらこれ友達の方が呆れ声を出して「いやお前本当に覚えてないんだな」「ほら八く君さあいつ無表情で暗かったじゃないだから俺らいじめてる時にさある時「お前今日から笑顔以外禁止な」って言って。 もう笑わないと許さないぞって殴ったしいや俺らがいじめてる時でも殴ったり蹴ったりしたりいろんな嫌がらせをしてる時にもとにかくずっと笑顔でいないとダメだって笑顔でいないとお前が怒って笑えっつってんだろうがってだからヤキ君俺らにいじめながらもずっと笑顔のままでさそのまま自殺しちゃったじゃないだとしたらさ本当はものすごく悲しくて辛かったのに ずーっと笑顔にさせられてた八木んが俺らの前に満面の笑顔で出てくるんだったらそれすごく怒ってるんじゃないかなそう言って友人電話を切ったそうですそれから一月もしないうちにこの地元の友人事故でお亡くなりになってしまった朝通勤する時に周りの人間を見ながら「見るな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 」と言いながらそのまま「 赤信号なのに車の行き交う国道に飛び出して車に轢かれて亡くなってしまったでもね私の前で五条さん言うんです今だかから友達の気持ちわるんですよやっぱり家の中に入ってきたのは良くなかったのかな完全に取りつかれちゃったっていうか今ねもう周りの人が笑顔になると ニコニコするとそれが全部んの顔に見えるんですどこを見ても八木君の顔に見えるから私もう本当に人の笑顔が怖くなってしまってここまで彼話したところで突然「だからさ笑うなって言ってるだろう!」ってってガーンと机をたたいたいきなり喫茶店の机をたたくんで私びっくりしたんですよね「いやいやいや」って言ったら。 どうしてこの話を聞かせると「どいつもこいつも笑うんだふざけんな笑うな」っつってるだろうって言ってもうそのままですね取りつく島もない立ち上がって喫茶店がバッと出て行ってしまった突然の怒りにですね笑ってなんかいませんから私びっくりしてもうあぜんとしてたんですただまあこの席ちょうど窓際の席だったんですねだから何気なくこう窓際を見た時そこにそんなつもりはないのに満面の笑顔を浮かべてた私の顔があったんですよね。 思うんですけどやっぱり命を取られるような呪いっていうよりも人の笑顔が何よりも怖くなるって本当に恐ろしいことだなってヤギさん今でもご無事でいるといいんですがありがとうございましたはい皆さんですねどうでしょうか嫌な気分になったでしょうか私もですね今のような嫌な会談っていうのをお話しさせていただいておりましてこれねまあ、普通に考えると嫌な話って 人が求めなないはずなんですよねやっぱりこう楽しかったりとか前向きだったりとかポジティブだったりとかそういったものをまあ皆さん聞きたいいやもう嫌な話なんて聞くのはもうよっぽどね暗くて心のゆがんだ人間なんじゃないかとまあねまさにもう目の前にいるこの山湯はそういうやつなんじゃないかと、ね、思う方もいらっしゃるかもしれないんですところがですね案外ですねそうでもないというか。 人の心ってですね不思議なものなんですけどこの嫌な話っていうのを求めるそういう気持ちってねとてもたくさんあるんですよね。例えば私、えー、竹書房の怪談文庫というところで本も書かせていただいております、えー、実は怪談本なんですけどまさにこの私の書いてる本のシリーズが「嫌に談話の段」で「縁談」っていうシリーズなんですが「縁談たたりの会戒めの会」の会なんて2冊書かせていただいておりますけれどもこれ別にですね私だけではなくて、 平山美幸先生とか、あるいは上沼三平太先生、津久根乱蔵先生、黒木あるい先生、結構ですね、皆さん嫌なお話を書かれます。でもこういうの作品ですね、みんな竹書房の怪談文庫の中でも、お客様に大変好評いただいてる。私なんかはですね、イベントをやりますので、お客さんとこう接する機会も多いんですね。その中で、結構ね、印象に残ること言われるんですけど、あ、山由さん、今日の話、す すごく嫌だったけどなんかね心がすっきりしたんですよねとかものすごく嫌な話だったのになんか楽しいしちょっと心が軽くなったんですよねみたいなことを言われるんですよね実はこれね私も同じなんですよね嫌な話っていうのを一つのエンターテイメント物語として語ると実はこれ人の心をちょっとデトックスさせる作用があるんですよね すごく心が弱った時にじゃあ本当に元気でポジティブなものを見たら癒されるのかってどうなんだろうと思いませんなんかそういう時に元気になれよとか笑顔だぜとか前向きに生きるんだみたいなことを言われてももしかすると時としててやっっぱりり心が辛くなる時ってありますよね不思議にこういう時にこの嫌な話っていうものこれをですねきちんとこれが物語やエンターテインメントの形になってさえいれば これを見た時になぜだろう前向きなポジティブな話よりもこの後味の悪い嫌な話の方がなんか気持ちがスッとするっていう瞬間であると思うんですよね。これが嫌っていうものののがががなぜ人求めるのかかそしててて私自身が語っっきたのかっていうところのポイントなんだと思っています。えー、さてここでですね嫌な話ってそもそもですねどういうことなんだろうっていうことをちょっとお話ししたいと思います。 まあ階段ですから、そもそも怖いっていうことをイコール嫌なんじゃないの？って思う方もいると思うんですよね。でもちょっと考えてほしいんですけど、まあ、お化け屋敷かなんかに行った時にいきなりもうわーっと怖がらされてまあ、その時にもうびっくりした。怖いってなるけど、これって後で考えると怖かった。でも楽しかったですよね。これ後で嫌だなーってならないですよね。ここの差なんですよね。だから怖い。イコール嫌ではないというか。 例えばこうたくさんね虫の嫌いな人だったらたくさんの虫が出てくるとかあるいはもう血まみれの生首が出てくるとかフランシュタイが出てくるとかもうこういうのっていうのも嫌だって皆さん言うと思うんですけどこれってですね、まあ、ある意味生理的な感ととかか恐怖に近いというかだからこの嫌ってですねどっちかっていうと気持ち悪いの嫌なんですよねだからこれもある意味怖い気持ち悪いっていうものの気持ち。 ただこのの嫌っっていうものはもううももはちょっと違うなんかその瞬間ではなくて終わった後とに私なんかも語る階段が「後味が悪いんだよねずっと」って言われるんですが結局人の心にどこかこう深く刺さるようなこう残っていくようなその後味の悪さっていうのが嫌っていうものなんだと思いますしこれが怖さとそしてねじゃあこの嫌というもの何がこう深く心に刺さって残るのかっていうと。 まいろんなものがあります悲しいとか、まあ、絶望だとか孤独だとかそういったもの全部嫌ですよねだけど私自身が一番心に深く刺さるのは人が人に向けるいわゆる人間の悪意だと思ってるんですよねこれが最も人の心にある意味では傷つけてある意味では深く刺さるそういったものだと思ってる実際のところ人間の悪意なんていうものはもうまずテレビつけてニュース見たらそんなのいっぱいですよね 皆さんのスマホを開いて SNS を開いたらそこにももう簡単に見つけられるもう大体ですねもう学校でも職場でもある意味友達同士とか恋人同士でも家庭の中でもそしてご自身の心の中っていうものにもちょっとした悪意とかあるいは大きな悪意っていうものもう常に潜んでいるものなのかなと思っています。だから私たちって日常的にこの人の人 まあ悪意でままとめちゃってますいろんな人間の悪い面ですけどそれをまとめたとしたらこの人の悪意っていうものに日々日々触れてるっていうことだと思うんですよね。だから私自身ではこの嫌というのを語るところがあるんですよね。じゃあこの「嫌」という要素を使ってじゃあどう階談を語るのかあるいは書いたりするのかっていうことになるわけなんですが、まあ、例えばですねものすごく悪いやつが。 もものすすごくですねもう恐ろしい音量にひどい目に遭わされるこれどんなに陰惨な展開になってもやっぱりねこれ悪意じゃなくて復讐なななんんですよね、まあ、なんならちょっといい話だったなすっきりしたなっていうぐらいなんですけど、まあ、この『スッキリ』はあの嫌な話を聞いて『スッキリ』とはまたちょっと違うというか、まあ、結局ですねこう何か因果応報があったりとか『あのスッキリ』としたこう復讐があるっていうのはこれって別に人が嫌な気持ちにならないですよね。 みんなが嫌な気持ちになるっていうのはもう全くですね何も関係ない悪いこともしてない人がある誰かからのです、ね、一方的な悪意そういったね理不尽なものによってひどい目に遭うこういうものを見るとものすごく嫌な気持ちになりますよね。 多分、世間で起きている事件を見たりとかいろんな出来事あるいは日常生活で体験する人から受ける悪意の癒さっってやっぱりそういういいとところにあるんだと思いますですからあの私のですね、語る嫌怪談っていうのは、まあ、いわゆる怪異との遭遇談とか、まあ、どれぐらい怖いことが起こったかってもちろん当たり前なんですよねそれは全部怪談の主軸に据えるんですが一方でその中にある、まあ、悪意っていうものが何なのかここにねフォーカスしていった話になります。ですから 必然的にこうただ起きた怪異とかそれから怖い出来事っていうのではなくてプラスアルファとして、まあ、ある意味人の怖さですから、まあ、人怖に近いものなんでしょうかねこういったあの怪異と人とコアのハイブリッドになっていくっていうこういう語り方とか、まあ、あの見せ方伝え方っていうのが私が考えているそしてまあずっとやってきたイヤ怪談っていうものなのかなと思っています。 もちろん、ですね、あのー、ちっちゃい頃からね、もう人間の悪意を見たら「ううい、悪意だ、ジルジルなんてやってたわけじゃないんですよ、私自身もですね、えー、もっともっと可愛い子どもの時代もありまして、ただですね、長く階段を集めてるんですね、最初に階段を集めるきっかけになったのは、多分二十歳ぐらいの頃からかなと思います。 まあ、もともとオカルトが好きな子供だったんですけれども、やっぱりどこかね、世の中に起きているオカルトとか。そういった出来事って、やっぱりこう、やらせだったりとか。実はお金儲けのためにやって嘘でしたとか、いっぱい出てきて、がっかりするわけなんですよ。そういう中で、この階段って、ある意味個人の体験談ですよね。だから、まあ、それを裏が取れないというか。ある意味では、そのまま受け止めて、楽しむことができるっていうところが、私すごく好きで。だから、こう、人のですね、起きた、こう、体験した。 不思議な出来事怖いことっていうのを、まあ、自然とですね別に怪談師になろうと思ったわけじゃなくてただ自分のもう趣味として集め続けたんですよね二十歳の頃からでもう私48になりますから28年間以上。 集めてきただから20年以上20年近くで集めてから会談師になったんですけれどもでこれは最初集めてる時は当然大学の友人とか知り合いなんですねそれからお酒が飲めるようになって、まあ、あの酒場なんかに行くようになると酒場とか飲食店で集めるで今度はもうちょっと広がってえそんなのお話好きだったら紹介しやろうかって人づての紹介であの話を聞くこうなるとちょっと取材感が出てきますよね。 まあこういうですね知り合いとそれから行った先の飲食店酒場人に紹介してもらったものっていうのをずっと繰り返しながら20年以上ねどん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 ですね話を集めていくわけです趣味で。ところがですね私これ聞いてるうちにやっぱりその人のね人生にも興味が湧くんですよね。私自身がこの職業とかその人の生い立ちとか家族とかじゃあ恋人とどういうふうに付き合ってきたんだとか人間関係とかこういうのもまあ時間が許せばいろいろと聞くんですよね。 聞いていううちにやっぱりですねこうそこに出てくる人間の暗さというか出てくる登場人物やあるいはもう語っていただいているのその提供者ご本人の方のそういったなんか人間のですね弱さとかこうずるさとか愚かなところとか残酷なところとかいっぱい出てくるんですよね。 ある意味人の悪意と言ってしまえばそういったものが垣間見えるところがあるんですね。でこれをです、ねまあ、そこも聞きたくて聞いてるんですけれどもいつの間にかこれ話を聞いてるとこの悪意の部分これと話してもらった会の部分というのが結構ですね深くつながっている時があるあこれはお互い影響を及ぼし合ってるんだななんて思う瞬間も結構あったんです。 そこからですね私あのすごくです、ね、興味をそそられるようになって、まあ、なるべくですね体験者や出てくる方たちのその人っていう部分にもちょっとフォーカスして取材をしたりお話を聞かせてもらうようになって。 でそれが怪異とどうリンクしていくのかっていう中でですね自然とまあ別に最初からしようと思ったわけではないんですがいつの間にかなんとなく今のこのスタイルの怪異とそれからある意味人の怖さ人怖っぽいものがハイブリッドになった嫌な話っていうのを語るようにななっったのかなと思っていますで私が語ってる中で、ね、例えばなんですけれども一つですね思い出深いのがあって。 ある女性がですねご主人が旦那さんがものすごくですねこう強い呪いをかけられてかなり陰惨な亡くなり方をしたっていう話を聞いたんですね。でまあ、それ自体もものすごく怖いんですすすごく怖いんですけどこれを聞いている時にその奥様がですね亡くなったご主人のことも本当に満面の笑顔で話すんですよね。この時のの時奥さんの顔が 私、本当に恐ろしくって人が呪われて死んだっていうですね。この出来事よりもこの奥さんが旦那さんがひどい目に遭って亡くなったっていうのを語る。笑顔の方がものすごく怖い。だからこう怪異が起きてるんですけど、この解をですね。ある意味、この人間の悪意というか、そういうですね。人コアというかですね。この嫌な部分が超えて。いく っていうそういう瞬間を見ることもあって、だからこういうのをセットにして、私ですね結構語っていきたいなっていう気持ちになってで、ね、やってるのがスタイルなのかもしれません。それでは最後にですね、私自身が思うまあまた一つのこれがイヤ会談というのを聞いていただいてえ、本日の授業を終わりにさせていただければと思います。私死んでいたかもしれないんですよね。そう語ってくださったのは。 レナさんという30代の女性なんです。このレナさんという方まあ、お仕事をされてるんですけども、その同僚にですね。シングルマザーでま小さなお子さんを育てながら頑張ってる同僚がいたんですね。ただ、この悲しいことに、この同僚の男の子のお子さんっていうのが4歳の時に住んでるですね。アパートの階段から落ちたお亡くなりになってしまったんですね。 頑張って、ね、子育てをしながら働いている同僚を見てたんでは本当に気の毒だなぁとは思っていたんです。でレナさんがですねある晩残業していてですねどうしてもこの同僚もうとっくに帰っちゃってるんですけど連絡を取らなければいけなくなった悪いなぁと思いながらも電話をして「ごめんねもう仕事終わったあたのに」って言うといろいろ連絡をしてやり取りするんです。 まあ、仕事の要求は済んだんですが電話をしている最中に何かね一つ気になるんですよねものすごく電話口の向こうから「うーうー」ってこう苦しそうなうなり声が聞こえるんで思わず「あのなんか苦しそうだけどご家族の方大丈夫?」って聞いちゃったんですよねそしたら同僚の女性が「え家族なんて誰もいませんよ今家には私一人です」って言われた。 ああそうなんだって言葉に詰まってるとあのもしかして何か息子の声聞こえました実は私夜中になると隣のアパートの隣の部屋に住んでるおじいさんにも子供の声がうるさいって何度も何度も言われたんです私には何も聞こえないんですけどもしかしたらこの部屋にはまだ息子の魂がいるんじゃないかなってえ声聞こえましただったら申し訳ないんですけど私の家に来て。 息子の声が聞こえるかまだこの部屋にいるんじゃないかって確かめてもらえませんか」って言われたんですいやいやもう仕事の後にそんなことしたくないよとそもそもオカといや怖い話なんて嫌いですからこんなことには関わりたくなかったんですがでもそうは言っても息子さんを亡くした同僚にこんなこと言われたら断るわけにもいかない仕方ないので仕事が終わった後、まあその同僚のね彼女の家に行くんですよ。アパートのこう階段を上がって 彼女の部屋に入るそんんなななにに大きくない部屋なんです部屋屋です入ると、まあ、リビングに通されてそのリビングではですねテレビがついてるんですけどもこのテレビには男の子が遊んでる様子が映ってるんです音はしないまあ多分これですね亡くなった息子さんなんですよそれを撮ったホームビデオの様子が流れてるんですですすよねこのビデオ元々音入ってないんで,すで息子のことを懐かしいんであの,あの子のことを思い出しながらよくこれかけてるんですよ毎晩。だけどこれ かけてると隣のおじいい、い、さささんがううるさいうるさい子供の声がうるさいって何度も言ってきたんです音なんかないのにちょうどねさっき電話した時も息子のことを考えながらこれずっとかけてたんですよだから声が聞こえたのかなってなんか聞こえますって言われてレンさんはいやいやいや何も聞こえないよって言うんですけどまあそう言わないで声聞こえるかもしれないからテレビの前で聞いてみてくださいって言われる。 いやもう勘弁してよと思いながらも、まあ、断りづらいですよねそのままテレビの前に座るんですで同僚がまあずっとですね近くで後ろから見てる前で仕方ないからこのテレビの画面を見てるんですある程度意識を集中していや声なんか聞こえるわけないでしょうと思っていたら不思議とテレビに置くから音がないはずなのに何か声らしきものが聞こえてくるんですよねあああえっ なんか聞こえると耳を澄ますわけですこれだん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 テレビの奥から湧いてくるように自分に向かって声が聞こえてくる何を言ってるかまだはっきり分からないんですが声はだんだん大きくなるんですでも怖いことそれだけじゃないんですよね子どもの声らしき多分男の子の声であろうものがテレビの奥から聞こえ始めてるんですが一方で自分のすぐ横耳元で「やめろやめろ」 やめろっていうしわがれた老人の声みたいのが聞こえるんですハッと見るんですけど誰もいないんですよねでも多分横に姿は見えないけど誰かがいて自分の耳元に口を寄せてねささやいてるような感じなんですやめろって目の前から子供の声がどん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 大きくなる横ではやめろやめろっていう声ちょっとこれどういうことなのと思ってるそのうちにももう子供の声がはっきりと聞こえるようになった子供ね言ってるんですよ痛い痛い 助けて痛い痛いお母さん痛いよお母さんやめて助けて痛いはっきりと男の子の声で聞こえてくるそれ見て思わずびっくりしちゃってはっと同僚の方を見たんですそしたら同僚すぐ近くで自分の顔を見ながら「あれやっぱり何か聞こえました?」って言ってこう冷たい笑顔で自分に近づいてくるこの顔を見た時に「ああこいつ自分の子供を っと虐待しててたなってもしかしたら考えたくないけどこの子供がマンションの階段から落ちたそれで亡くなったっていうのだってこいつがやったんじゃないかなってちょっと思ってしまった思わずそのことを「あんたやってたの?」って口に出しそうになった瞬間ずっと耳元で支えていた「やめろ」という声がはっきりとした声で「やめておけ今度はお前の番だぞ」って言われた。 びっくりしてもうあまりにも怖くなってしまったんでもうそのまま立ち上がって「ごめんね本当に何も聞こえないからもう帰るね」って言って不審そうな顔する場同僚を押しのけてそのまま飛び出るように家を出たんです翌日会社に行って、まあ、会社に行ったらまあ同僚普通に来てますし昨日の通り何にもですね何かもなかったかのように接してくるんですだからまあちょっとねどこか。 あの遠い記憶のような不思議な世界の、ね、気持ちにもなってしまって同僚にね「あのちょっとさ昨日の話で気になってたんだけど隣のおじいさんいたじゃない子供の声がうるさい」って言ってた人「あのおじいさんって今どうしてるの?」って言ったら同僚を笑いながら「ああ,あのおじいさんですかあのおじいさんもなんか残念なことについ先日うちの子供と同じように マンンションの階段から落ちててて亡くなっっっしまったんですって話したそれを聞いてねレナさんんっと思ったんですよああもしかしたら隣に住んでいたおじいさんも子どもの声を聞いたんじゃないかそしてあの「痛い助けてお母さんやめて」っていう声を聞いて母親が何をしてたか気づいたんじゃないかそしてそのことを本人に言ってしまったんじゃないかだから同じように階段から落ちて亡くなることになってしまったんじゃないか。 あのおじいさんが言う通りそのことを彼女に伝えていたら本当に次は自分の番だったんじゃないかそんな風に思ってものすすごく怖く怖なっっててししままたたたといいうあの話を聞かせていただきましたさんですねその後は特に何もなかったんですけれどももうこの話を二度とすることはなかったただ時々ですね同僚職場の最中でも自分の方をじっと冷たい目で見てることがあってそういう時がものすごく怖いんだと話してくださいました。 レナさんの話は、これででで終わりなんすすけど、私ですね、この話をまあ初めて語る時に、まあ、レナさんにもう一回ですね、連絡を取って、まあ、この話の詳細を確認しようと思ったんですところが全然連絡がつかないんですだからまあ人づてにですね、確認しているとある人から言われたんです「もう数年前に彼女亡くなってるよ」ってレナさんの死因立教からの転落死だったそうですどうもありがとうございました はいえー、皆さんですね今日の授業を聞いていただいてどうお感じになったでしょうかえ私が語ったですね嫌な話嫌階段というものの魅力というのもですね少し伝わっていたらいいなと思っております皆さんもですねこの体験したそれこそ嫌な階段というもの知っているお話とかあるいはご本人が体験したというのがあればコメント欄なんかにね書き込んでいただければと思っておりますただですねやはりあのただ不快にさせるだけのためのものとか 誹謗中傷だけとかいうのね、そういうのを書き込まれると、もう書いたご本人の悪意がそのままね嫌開だになりますからえ、十分ご注意の上、ちょっとお寄せいただければなと思っております。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。